村岡人氏は、日本の印刷業者。聖書印刷で知られる、福音印刷合紙会社設立者、村岡平吉の逸尾。出版業者、印刷業者の村岡さんを兄に持つ。明治学院を卒業後に、ロンドンに留学。3年後、最新の印刷技術を学んで帰国し、福音印刷の横浜工場の責任者として、父の事業を助けた。後に、製薬会社、 三協の創業者の一人である、西村翔太郎の次女、友恵と結婚する。村岡平吉と西村は共に、横浜指備児協会設立に携わった、法友同士であり、両家は、親戚同然の付き合いであった。1922年に、父が母子した後、兄のさんと共に、福音印刷を引き継いで、常務取締役となり、専務取締役兼支配人となった。 3. 文学業を志す技師の花子と3人で、福音印刷と印刷業界の将来を盛り立てることを志した。1923年、経済界一連の不信から生じた多数の実務処理を3が受け負い、時は横浜工場での業務を引き受けた。同年9月1日の関東大震災の際、倒壊した社屋の下敷きとなり、 社員約70名と共に死亡した。妻との間の長男が1歳を迎えた矢先のことで、あった。学者肌のさんに対して、時は父譲りの実業家肌であり、その時が失われたことで、3は震災後、容易に役員たちに足を救われることとなり、福音印刷倒産の永遠となった。ありがとうございます。